はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。サガスカーレットグレイス続きをやっていきましょう。ノコギリを作るためのアイテム集めですね。まあ多分こういうような地域を回っていけばアイテムは手に入ると思いますので、まずは地獄門ですね。ハードか。まさかここに飛び込めとは言われないわよね。自殺する必要はないでしょう。地獄の門が口を開く。すごいね、地獄の門って。ハードだからな。どれほどの敵が出てくるか。うわ、結構いっぱいいるね。ここはやっぱり、まずは将来、あとは防御防御、フェザーショット、精霊の指示ってなんだっけ。この鳥はでも確実に狙い撃ちが効くよね。フェザーショットゴッ、結構強い。精霊の指示、あ、術アップか。これはね、 C を倒しておきたい。防御か。やっぱりここの真ん中とかのやつらが攻撃してくるね。敵も考えてはいるんだな、やっぱり。ガードされなければな、結構ダメージを与えられると思うんだけど。伊藤十字、うわー、ガードされたか。うおー、突き刺さった狙い撃ち。どうだ、いけるか、強撃、よし。さてさて、あとはまた順番を考えないといけないから、鳥だな。この急降下鳥を倒そう。フレームアローからの、スイングダウンもいけるか。将来が発動するからな、それより前に B は倒しておきたい気がするけど、いけるかな。あ、結構ヒットしたっけな。ごはフレイムアロー。 D が倒れると、うわー、これは敵の連撃が発動する。しかも麻痺にしたのにさ、連撃で麻痺が治っちゃったよ。スイングダウン、の二刀流の連撃かっこいいな。で、あとはこいつを倒せばいいだけだから、ライジングノーマでいくか。こういう時に使っておかないとね。ハイパーハンマーで、流し切りでいいか。ライジングノーマー、ハイパーハンマーがね、めちゃくちゃコストかかる割にはどうなんだろうね。240はでもやっぱ強いか。ちょっと使いづらい感じがする。まあ多分めちゃくちゃバンプするっていうのが持ち味なんだろうけど。灰と輝く油とかいうの手に入れたな。え、何これ、この音、石の心臓とはこれのことでしょうか。名馬ではなく火の精霊の試練だったのですね。感謝します。石の心臓を手に入れた。まあなんやわからんが、とりあえずこうやってアイテムを手に入れていくんだな。これなんだっけ、アダマスの祠。ああ、ここなんかアダマス
の祠があるよみたいなこと言ってたよね。そういえばなんだろう、魚を備えろみたいな。これでも普通の祠だよね、見た感じ。魔物が救ってるみたい。掃除しておきますか。簡単に言うね。掃除しておきますかって。まノーマルだから大丈夫でしょう。簡単に掃除しておこう。C がハテナハテナハテナになってんな。これは先に音速圏をやっておくか。で、あとは例によって小ライト。長剣ってめちゃくちゃ使いやすいな、そう考えると。失礼剣もバンプ技があるし、音速圏覚えれば関節技もあるし、二刀十字弾、まあこれは二刀に限るけど、二刀十字弾も火力があるからね。人狼倒せるかな。防御してるね。やっぱこういう時にみんな防御しだすな。連撃を発動させないとしてるよね。ほらほら、ペンギン切りもダブルアタック強いんだよ。見た目に反して。これは B と C を倒したいね。ただまあまずはちょっと音速圏でこいつを解除すると。あ、待て待て待て、スイングダウンでしょ。あ、しまった、一番後ろのやつもあれだった。気づかなかった。これはしまったな。倒せるか、無理だな、3人じゃ。ああ、でもなんとかなったか。将来が発動してくれれば。OKOK。おお、ヒットポイント7。金のフラックス。古びた宝石。ここら辺まだ何にも使ってないんだよね。お、なんか祠が立ったのか。供物を捧げる台がありますな。お魚どうぞ。アダマス神、力をお貸しください。え？何？アダマス神、力をお貸しください。何せ魚いっぱいあげないとダメとか。くそ、神様のくせにケチだな。一個でいいじゃねえか。あとはじゃあここに行きますか。大地の牙、塔と呼んでも差し支えないほど高くそびえている。イージーだし楽勝だ、こんなとこ。大地の牙ね。えい、えいって何すんの。普通に戦闘するだけなんだけど。どうしようかな。イージーの時はもう術は唱えないでいいかな。とにかく攻撃中止で。炎症を開始した。しかし無駄なこと。これはね、どうしようかな。まずこっちを狙って失礼剣でこいつをバンプさせて、でこっちを倒すと。これはね結構効率いいと思うんだよね。
まず、ホックを狙う。失礼剣。で、タイプダウン。からの、連撃。そして最後に、流し切りと。おお、体験スキル13。あんまり手に入んないんだよね、イージーだと。いやあ、またか。まあ、イージーだから、これもサクサクサクっといきますか。同じだな。まあ早く先でいいかな。ブラスター使ってくるし。いや、ここら辺の強撃とかがね、やっぱりコスト1になってるっていうのがめちゃくちゃでかいな。レーザービーム、ギャー。意外にやばい。これは早く先に行こう。気合打ちの全員参加させよう。弱いね。まあ当たり前なんだけど。よし、弓中さん。エリセドやっぱりな、体力の伸びがすごい低い。1とか2とかしか上がんないからな。それ、またか。連戦なんだね、ここは。こう、イージーが多いとさ、どっちかっていうと、ロード時間の方が長いみたいな。ま、いずれにせよ、1ターン目じゃ倒せないんで、そのまま攻撃を仕掛けていこう。天地二段せい。いやー、いいね、スタートするんだ。これはあれだな、多分倒せんな。どうしようかな、二刀十字でいくか。エリセドはね、やっぱ別に攻撃をしてもらう必要はないからな。だったら二刀十字で2回攻撃したい。ぐはよーし、このパターンで倒せるね。ヒットポイント7。ウルピナが結構伸びがいいな、最近ヒットポイントの。系とかさ、いまいちよくわかんないかな。何が何だかわからないうちに発動するから。この何戦やるんだ。まあ全部イージーだからね。しかも敵のメンツ変わらないから。早見せぎり。
あまずはヒットポイントを減らすと。解除する方法ないのかね。全く回復できないよね。なんとって。これ5回目？はっきり言ってさ、やってること全く変わんないからね。同じことをひたすらやるっていう。動画としてはどうなの？この回ひたすらこいつと戦う回になってしまいそうだな。お、栄翔してきた。だいぶ離れたなあいつ。さすがに二刀十字はもったいないんで、連撃からの攻撃で肩がつくけどね。この戦いで粛清の5秒が一致する人の能力値が上がる。あ、そうか。あ、そうか、能力値が上がるって別に戦闘後に上がるわけじゃないから。そういう上がるじゃないのか。まだまだって。ほんと何回戦うんだ。ウルピナのヒットポイント300超えたな。てかヤマト400超えてるし。すっげーな。ヤマトめちゃくちゃ確かね、体力が高いんだよね。やっぱりそこら辺もあるのか。全く同じことが続いている。
なんかようやく大地の牙ゲットね。一休みいたしましょう。いや長かったね、確かに。あとはこれか、精霊の湖、無数の滝を作り出している。美しい湖、何を映し出してくれるの。真実の姿、私の真実の姿。何それ、怖っ何これ自覚ね怖すぎでしょ。え、何これ、どういうこと、これ絶対違うでしょ。え、何これ、どういうことこれも怖いし、カエル、違うでしょ。え、なんか全部違うよ。あれ、では出直しましょうって、あん中から何かを選ばないといけないのか。なんだ、全く意味が分からん。私の真実の姿、え、これ何だって、めっちゃ怒ってるよ。めっちゃ怒ってるってこと。これ狼、いや狼じゃないよ、こう笑ってる姿にする。これなんか笑ってるよね、え真実の姿を手に入れた、すべての素材が揃った。マジで意味が分からんあー確かに武器を鍛えるための素材には見えないよね。え、これで帰ればいいのかな。この沼地の人ずーっと気になるな。素材は揃いましたと。トラキニシュへ戻ろう。で、そこからのここか、エルワカン、おお、素材集めたよ。え、こいつが作んの。しかも無理だし。特別な鉄晶と特別な土が必要なのよ。アスワカンにあるのでしょうか。国見城にある。国見城はテルミナ州とサンドリア州の境、帝国の領土なんだ。ワロミル軍の手に落ちた。ワロミル軍って何あー、まあ敵対してるところね。テルミナ州へ入る許可をくれと。ヨズワド駅の通行証、テルミナ州の代官であるローソンに丁重に扱うよう伝えましょう。こいつ自体はなかなかいいやつだね。なんか鍛えられるのある。特にだな。リングメールから騎士の鎧にできるけど、どうしようかな。とりあえずみんなリングメールみたいな、ラメラースーツ、あ、ラメラースーツ買いにできんじゃん。ラメラスーツ下位の方が防御力は高いけど、運動性能は、運動性能ね、今更マイナス2だからね。こっちにしよう。おお、鍛冶屋ランク上がった。鍛冶屋ランク上がるとね、なんかいろいろ作れたりするんだよね。あー、グラディウスから先がいけんね。ファルカタ。ファルカタ水。両方普通の結晶があればいけるね。
ガード率がめちゃくちゃ下がるな。ただグランディウスってガード用なんだ。あ、ハルカタが作れるね。火が作れんのか。戦術所持数1に対して30個必要だし全然足りん。こっちだな。もうこれ作っちゃおう。運動性が上がるけど筋力上がるからね。よし、これにしよう。で、ファルカタ火っていうのを作ったから同じ感じで、知力集中力とかね、上がってもしょうがないからね。まあいいや。あれ、どっから行くの？って言ってたっけ。あれどこだ。いまいちわからん。地形が全くわかんないからね。あ、ここか。ここだ、ここ。ヨズガド駅通行証で、通過しましょうと。通ってよろしい。何か怪しい一覧が通過しませんでしたか。そんなやつら通すなよああほらほら、通過させてはおらんのだ。よし、行こう。これ戻れんのかな。ちなみに通行証は1回限りだみたいなそんなんひどすぎるよな。まあ、テルミナ州に入るとセーブが入るから、ノコギリを鍛えるためには国見城まで行かなければいけないと。ここか。どうやって行くのかが問題か。なるほどね、軍隊がいっぱいいるんだ。うんうん、ワロミル軍を解き伏せますって。州都のローソン、老海親子を訪ねましょう。テルミナ州の支配者です。なるほど。で、戻れるっていう。まあ、とりあえずセーブをして。州の教会。目指すは国見城です。ああ、いけそうだな。まあ、戻ってのレベル上げ的なことはできそうですね。というところで、じゃあ、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。